こんにちは。本日は今話題になっているダラスマーベリックス。さて話題になっている選手といえばどなたかご存知でしょうか。今月号のフープでも取り上げられている富樫勇樹選手です。富樫勇樹選手はですね、日本人としては4人目のサマーリーグマーベリックスのロスター入りを果たした選手ですね。現在は日本に帰ってきておりますが、身長も非常に170センチと小柄でですね、まあ、第2の田臥勇太選手の活躍が期待されている選手になりますので、どうか皆さんで応援していきたいと思っております。もしかすると将来はノビツキ選手とプレーするかもしれないので、ぜひお店にも遊びに来てください。